こんにちはナンバです今日はですねたまたまユニクロさんの前を通ってですねユニクロについて少しし考えましたちなみにこの僕のシャツはザラで後ほどお話ししますがユニクロの絶好のライバルですユニクロの歴史はですね1963年に小郡商事というものを柳井さんのお父さんが設立したんですねそれは 宇部の駅前の商店街にある小さな紳士服店でその商店を1970年に今のユニクロの社長が経営を引き継いだこれがユニクロの始まりなんですねまあ、申し訳ないですけど山口県というだけでも、まあ、かなり田舎ですし宇部というところそこの小さな商店これを引き継いで今のユニクロにした柳井さんまさに 僕は感服というかですね、まあ感動というレベルですごいなと思います。僕は昔、まあ22の頃からですね、海外でよく仕事をしていましてその時には実を言うとモールの中にユニクロというお店はありませんでした。ところが最近海外に少しまた出るようになったらですね、ほとんどすべてのモールと言ってもいいのではないかと思うぐらいユニクロさんがあるんですね。 この間もトルコのイスタンブールのモールにもやはり同じようにユニクロがあってですねすごいなと思いました当時日本のアパレル業界では前代未聞のグローバル調達を構築したんですねそれが今ではですね老若男女全ての人にカジュアルファッションブランドとして愛されています日本のアパレル業界を一気に牽引しています そのユニクロがですね、どういった経営戦略を実現したのか、少し頭の中を整理してお話ししたいと思っています。ユニクロはですね、SPA、つまりですね、スペシャルストアリテイラー・オブ・プライベート・アパレル。これを実践している会社です。つまりですね、商品の企画から製造、 物流、販売までを一貫してやっているという。こうすることによって、他社競合に比べて、もちろんコストが安くなる。日本の多くの会社、これが実現できていません。結構、外注というものを使っているんですね。例えば、自分がこんな服を作りたい。それは実用とあなたでも可能なんです。こんな服を作りたいと言ってデザインを描いたら、相手の会社がそれを中国で製造してくれると。そこを中間にまたいろんな業者が入る。 もしくはですね、もしそれのデザイン画が単なるデザインだとしたらその型紙を作ってくれる会社そういったところに頼んでその型紙を作っていく会社がさらにこういった縫ったりする会社切ったりする会社、まあ、そういった製法をする会社に頼んでもちろんそういった生地も調達する会社に頼んでいくつかの会社が害虫として組み立てて一つの服を作っていく。つまり、 た工程を隔てればもちろんコストは高くなりますよねそれに比べてユニクロはそういったことをすべて自社内で行っているとそれで皆さんのびっくりするような価格破壊をユニクロは日本で起こしてきましたさらに SPA によりですね非常に俊敏に在庫の管理ができたりとか不足したものを非常に早く作ることができたりして お客様の満足度を上げていると。さらにユニクロの戦略としてはカスタマークリエーション。顧客からの希望や要望。こういったものを素早く取り入れて新製品を開発しているんですね。つまり欲しいものを早く提供していると。これって本当に顧客にとっても嬉しいことです。僕もそろそろ冬になってきましたからまたユニクロのヒートテックを買わなきゃいけないなと。こんなことを考えています。だってあれ すごく軽くてあったかくて高性能ですからさらにですね僕が持っている中で防風パンツですかつまり非常に風を通しにくくて冬でも暖かいズボンこれが僕がユリクロで買った値段と例えばそれと同じような機能のゴルフウェアを買うとですね値段が4倍も5倍も違うという。 まさにびっっくりすすするるよううな価格差があるんででね。ね、そういったです、ね、顧客の要望に応じて出していくこういった戦略がカスタマークリエーションと呼ばれている、まあ、ユニクロの戦略の一つなんですねさらにユニクロは特化していて僕がこの着ているザラ、これはですねどちらかというと機能性よりもファッション性を従事していると。ユニクロはですね、 普段着ししてての着やすさを追求しているんですシンプルでありながら着心地の良さそういったものを訴えていてそこにユニクロのポジションを持っているただシンプルであってもすごいカラーバリエーションがあったりするんですね例えばザラザラのお店に行ったら分かると思いますけどもカラーバリエーションはあまりないです一つのものに対して一色まあよく行って二色こういったものが多い中で ユニクロはカラーバリエーションを増やしていくと、まあ、そうすることによってお客様のこの選択肢を広げているというこういった側面もありますねつまりファッション性をを重視すする他社との差別化を図っていますここが結構ユニクロのポイントかもしれませんさらにユニクロはですね地域ごとに異なるニーズの商品構成を作っているんですねただユニクロにも弱点がないわけではないです経営をですね 柳井さんの手腕に依存しているつまり後継者がいないんです組織的に動いているというよりは柳井さんの手腕に依存しているこの経営手腕がもしなくなった時さてどうなるんだろうとここは少しユニクロの弱点かもしれませんただですね今後ユニクロは中国台湾そういった国にさらに店舗を拡大していくでしょうしこのファースト業界のトップのザラ約3兆2000億円 これに1兆円ほど負けてますが、H&M はほぼ射程距離に入っていると。これぐらいの成長性を見せているんですね。日本でこんなファッションの企業が他に出るだろうか。僕は可能性はあると思います。もしこれを見ているあなた、こういった業界に興味があれば、ユニクロと同じ戦略を踏襲していけば、まだチャンスはあると思います。確かにザラ、いいです。 ところがザラは縫製が少し問題がありますボタンが取れたりしますクオリティ的にははるかにメイドインジャパンまあ実際に作っているのはメイドインバングラディッシュとかですねメイドインチャイナですがそれをクオリティコントロールしている日本の会社素晴らしいです H&M ザラよりももっとひどいです、えー、買ってしばらくするとですねボロボロとこうほどけてきたりしますまあそういったところは ただ、価格的に安いんで、ユーザーがこう許していると。もしですね、ザラが日本と同じクオリティコントロールができていれば、つまり日本人がザラを作って、クオリティコントロールをしっかりすれば、ひょっとしたらザラに勝てるかもしれません。ぜひですね、皆さん、第2のユニクロ、日本人のやるザラ、もしくは日本人のやる H&M、こういったものを目指してみませんか 昔、柳井さんのやった頃はですね、中国製造とかものすごく大変でした。今はですね、中国からさらに足を伸ばして、バングラディッシュで縫製をやっています。えー、ザラもですね、ユニクロもバングラディッシュで縫製をしているんですね。実際、中国の上海あたりの賃金は、ひょっとしたら東京とあまり変わりがない。こういった国でもう医療品を作っていくことはなかなか困難だ。僕は幸運なことにバングラディッシュに友達がたくさんいます。 実際にザラを作っている工場にも行ってきました、えー。大量生産で大きなロット。もしあなたがこれをやりたいとしたら一つの問題はロット数これだけです。つまりそのワンロットというのはですね、こんなの見たことありませんか、えー、こんな写真で、つまり幅が3メートルぐらいかな。で、直径も3メートルぐらい。生地のロールがあるんですね。こういった生地のロールを1本使い切るから SPA ができていく。これを自分たちが使い切れないと その生地の一部をそういった工場から買ってそういった工場に外注して出していくとただですねこの間友達がクラウドファンディングでこれは全く業界が違うんですが1200万円の調達をしたりですねチーズケーキ屋さんが9700万円だったかなこれをクラウドファンディングで調達したりひょっとして皆さんがクラウドファンディングで調達をかければそういった生地のワンロット これをすべて売り切ることが先にできてしまうかもしれませんまあそれができればですねユニクロと同じような商売もしくはザラと同じような商売今はですねインターネットの世の中で柳井さんが中国に最初にこう縫製を頼んだ時代とは全く世の中が違いますこんな時代に海外での調達皆さんが少し知恵を使えばきっと世界に冠たる企業ができると思いますぜひ一度 頑張ってみてみください何か質問があれば是非チャンネルの高評価と登録もよろしくお願いいたします。